ではじゃあ吉宗の解説をしていきたいと思います。お願いします。まず天井狙いは AT 艦天井狙いとボーナス艦天井狙い、レギュラースルー狙いがその他ハイヤー、これもちょっといろいろあるんで、頑張って覚えていってもらえたら。AT 艦天井で基本的には天井を狙いの軸になる狙い方になるかなと思うんですけど、これが通常時1200ゲームで AT が当たります。間で将軍ボーナス、いわゆるレギュラーだった場合はこのハマりゲームは引き継いで、でそれが設定変更後と AT 単発後は800ゲームに短縮されるよって感じですね。ゲロアマーとかではないけど、まあ触りやすい感じにはなってると思います、リセット後に。で AT 艦天井狙いの 100% ラインと 110% ラインは、 100% ライン420ゲーム、 110% ラインが730ゲームになっています。で、あのスロラボのサイトでね、105% の狙い目とかゲーム数ごとのこう期待値表みたいな、あと時給がこれぐらいですよっていうのが書いてあるんで、初日のデータで今出てるんで、ちょっとぜひぜひご覧くださいって感じですね。そうかよね、これ10日かつスルーとか非考慮の420、730ね、これ。そうですね、不問のとりあえず AT 艦天井狙い の期待値表ってのが今載ってます。あー、 OK です。次がボーナス艦天井ですね。ボーナス艦天井は単純に初当たり感で800ゲームを消化するとボーナスに当たるよっていう天井ですね、まあ、今推奨してる狙い方としてはボーナス艦550からっていう感じです。ただね、ちょっとこれ補足すると、なんかそんなにはまらないボーナス感は。そうなんよ。初当たり自体はポツポツ当たるんですよ、どちらかというとやっぱメインは AT 感になるかなって感じですね。レギュラースルー天井、これが初当たりを取りました、でボーナスは AT、 どっちかの振り分けがあるんですけど、 AT 取れずに、レギュラーが4連続来てしまいましたと、で次の初当たりを取った時に5回目は AT になるよっていう天井ですね。データカウンターでどっちの当たり引いてるかは結構簡単にわかります。 AT は AT 信号が上がって、レギュラーはレギュラーの粒が多分ついてるんで、それいいね。それ粒見て何ゲームとか、その粒足して、あ今 AT 感何ゲームとか分かる感じになります。で、あ液晶見ればね、 AT 感ハマりゲーム数こう出てるんで、メニューポチポチでは確か見れなかったと思うんで、メダル入れる必要あるんですけど、まあ、データカウンター見てパッと見で分かる感じにはなってるかなと。いいね、それは。何は向いてるのかなって大体はありますね。つまり吉宗は天井が何種類あるの？今パッと見データカウンターとかゲーム数とかで分かる天井が3種類ありますね、はいはい、3種類あって、まあ、軸は AT 感です。でそこでそれにちょっといろいろ付随していくことにはなるかなと思います。なるほど。焦点ポイント狙い、汚れですね、プレイヤーに悪いことがあるとポイント蓄積していって、規定ポイントまで到達すると恩恵得られるよって感じなんですけど、はい、まあ、結構これ多分強いです。なんでの？特化スタートします。あー、初当たりが、なるほどね。特化ってあれやんね、何やったっけ、振る舞いライトから入るんか。しかもさらに上位恩恵の金7を持ってくることもある。一応期待獲得3500枚って書いてたかな、金7は。はいはいはい。薄いやろうけどそれの振り分けもあるんや。そもそも薄いかも分かんない、ぼちぼち来るのかもしれないなっていう風に感じた。あ、そうなんや。見て出てたんですよ。なので蓄積量子差がね、降ってるとこう右の鷹の役物があるんですけど、筐体の、そこからこう出てるエフェクトの量に応じて今何ポイントですよってのが分かるんで、小中大ってあります、で小が70ポイント以上、中が90ポイント以上、大だとマックス、なんで、まあ中以上を見かけたら打ちましょう、もう解放するまで打ちましょうって感じですね。これ解放するまでに割と時間かかる。なんか最近のスマスロってさ、まあ銭形とかもそうやってんけどさ、解放するまで1日かかるパターンとかあるやん。多分ね、それタイプだと思うんだよ。あ、結構重めなんや、たまるの。ただポイントのね、蓄積ケーキがもう解析が出てるんですよ。ほうほうほう。この6個、ボーナス艦500ハマり、 AT 艦天井到達、 AT 単発、 AT 中のポイントがその規定ポイントあったら継続しなかったらもらえるよってのと、レギュラー4連続ですね、まあ、これがたまるケーキで、AT 艦天井と AT 中のポイント900以上で継続しないやつと、レギュラー4数かがなんかちょっと多くもらえるよっていうような書き方はしてました。なんか90たまってたらこれのどっかを10個達成すれば絶対解放するんで、まあ詳細詰めれたらどうか更新していければなと思います、はい。